山戸のあやひらとは、アスカ時代の豪族。生は自家、神は退散大産。山戸のあや荒平いひらふ、ともいう。大家の改新の時期に土木の分野で活躍した。荒たい石の使命は、尾張国愛知郡荒大里に基づくと思われる。坂上系図が引用している、新鮮聖子録、右京書志げる城の坂上大宿根城の一文に、とねたの子孫として、 新たに密記がある。日本書記によると、大化元年7月、終わり国に派遣され、神に奉るぬさを課している。大化3年、公人として、うな手を誤って、南波に引き、掘り直させて百姓を披露させたという。高徳天皇は、平ラの誤った判断を聞き入れて、無駄な溝を掘ったのは、自分の過失だとし、同時に平ラの役を中止した。この時の官位は大散。 白地万年、南場長江豊三崎偶像影のため、古墳を壊された人、移住を命じられた人に物を賜物組みされた際に、派遣されて、宮の教会票を立てた。この時、小作大匠、以降の辞責は記述されていない。ありがとうございます。